安田さん、ちょっとお呼びしたのは、はい、ドクマチの回覧板でちょっとドッキリ隊長に任命しようと。隊長とかあるんですか。ちょっといろいろ佐藤さんに仕掛けてもらおうかなと。私がやっていいんですね。確かに仕掛けられるのは嫌ですけどね。仕掛けるのは大好きなんで、ちょっとやっていきますか。やっぱりドッキリもういろいろ複雑なドッキリたくさんあるじゃないですか、はい、だからやっぱり回覧板では古典的なところからちょっと始めていこうかなと。ああいいですね。あれいいじゃないですか。なんかお菓子の袋を引っ張ったらゴキブリ来たって言ってるみたいな。きちいゴキブリとかそういうのも用意してるんで。ああさすがです。ちょっと存分にドッキリ力を発揮させてもらおうかなと思います。はい、行きましょう。はい、はい、頑張りましょう。ね、うん、今大丈夫ですか。あ、じゃあ今やってます。どこですか。え、席どこですか。いや、そこなのよ。あ、じゃあ、え、誰に、誰に、誰でもいいっす。あ、じゃあ、ちょっと一回俺がこう座っててアリバイを作るって。あ、そうだね。あれですね、めっちゃここで真空状態が多分できてそう、いや、いいだけ時々出るんですよ、足の裏から音がね。いや、ブーブークッションなんすよ。もっと綺麗に座ればよかった、こうやって。いや、ほんとですよ、何足でいいっすか。こうやって 足で確認しかし音めっちゃ良かったな、ね、びっくりした。これどうやって空気入れるんですか。おお。ハハ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